夫のジョルジュ・ペツラスト・ナナ・ムスクーリは世界的に有名なギリシャ人の歌手。政治家としても多少活動している。本名はヨアンナ・ムスクーリ。聖のシグマカイ・ウプシロン・ロイータはラテン文字に本字するとマスクリーでギリシャ語の発音としてはムスフーリ、ナナムスクーリである。ただしマスクリーという表記で活動しており、日本語表記もそれに習っている。 1934年10月13日、クレタ島に生まれた。子供時代は7というあだ名で知られていた。全世界で300万枚以上のレコード、450枚のアルバムを発売し、15言とで約1500曲の歌を発表した。また、世界中で230以上のゴールド及びプラチナディスクを記録している。世界で最も、 レコードの売り上げが多い歌手の一人であり、その売り上げ枚数は2億3000枚以上とも言われる。クラシックの素養に裏打ちされた歌唱力もあって、持ち歌のレパートリーは大変広く、ジャズからポップス、クラシック、ギリシャ音楽からラテン、各国の民謡、同様までオールラウンドにこなす。ヒット曲は愛をテーマにしたものが多く、憂鬱、絶望、 および感傷的な目想を愛の歌によって醸し出していると言われている。1960年代からレコードをリリースし続けており、その市場はヨーロッパ、南北アメリカ、韓国を中心としたアジア、オーストラリア、ニュージーランドなど世界中に広がっている。中東でもコンサートが企画されたことがある。その一方で EU 議会では過去にギリシャ代表として 政治活動も行い、また現在もユニセフの親善大使を務めており、各地で平和を訴えるコンサートを行っている。息子ユリ一家はクレタ島に住んでいた。彼女の父親、コンスタンティーヌは地元の映画館に映写技師として、母親、アリスも同じところで女子案内係として働いていた。ナナが3歳の頃に家族でアテネへ移る。両親はナナと姉、 ジェニーを名門のアテネ音楽学校に通わせようと仕事に励んだ。彼女は6歳頃から音楽の才能を示していた。また生まれつき生態の幕が一つしかなかったという。これが彼女の話す時のしゃがれ声と歌う時の音域の広さを生み出している。なお2歳年上の姉ジェニーも親からオペラ歌手になることを期待されていたという。当時のギリシャは ナチスの占領下にあり、父親、コンスタンティーヌは、反ナチス運動に加わっていた。そんな貧しい生活の中で、彼女は12歳から歌唱のレッスンを受けていた。家庭の財政は、非常に厳しく、レッスン料が払えないほどであった。しかし先生は、彼女に才能があることを見込んで、無料でレッスンを知ってくれたという。また、彼女は当時、ラジオを通して、フランクシナトラや、 エラ・フィッツ・ジェラルド、ビリー・ホリデー、エディット・ピアフなどを好んで聴いていた。1950年、アテネ音楽学校に入学する。ナナは、ピアノ科と火星科を専攻し、自身の歌っていたオペラとクラシックを熱心に研究した。そんな中、1958年に、友人からジャズをやってみないかと勧められ、アルバイトでジャズを歌い始める。ナイトクラブなどで歌を披露し、 ラジオにも出演するようになった。しかし、これらの活動が音楽学校の教授にばれてしまい、学校から追放されてしまう。かくしてオペラ歌手になるという彼女の夢は閉ざされた。1957年にギリシャ語と英語で録音されたファッシネーションでレコードデビューを果たす。翌1958年には作曲家のマノス・ハジダキスと出会い、 歌声を評価され、恥だきス作曲のカポーイパーチーアガピムーを発表し、初のチャート1位を獲得。その名が知られるようになった。その後も好調なセールスを見せ、パリのレコード会社、フィリップス・フォンタナと契約を結んだ。1962年ジョルジュ・ブラッサンスとオランピア劇場で共演。1963年には生活の拠点をパリへ移す。 同年のユーロビジョンソングコンテストでは、ルクセンブルクから出場。ここで、アフォースでプライヤーを披露し、高い評価を獲得。この曲で、フランスのグランプリジュディースクを受賞した。また同年、国連難民救済機関からチャリティー企画された、オールスターフェスティバルという LP アルバムに参加し、シー・マーニーを収録した。このアルバムには、ルイアームストロング、モーリス・シュバリエ、 ナット・キング・コール、ビング・クロスビー、ドリス・デー、エラ・フィッツ・ジェラルド、エディット・ピアフ、マフェリア、ジャクソン、カテリーナ・バレンテ、アン・シェルダン、パティ・ページなど、早そ々うそうたるアーティストが名を連ねている。1965年、2枚目の英語アルバム、ナナ・シングスを、クイーン・シー・ジョーンズのプロデュースにより、アメリカでリリースする。ハリー・ベラ・フォンテは、これを、大いに評価した。 これをきっかけとしてナナは彼の北米ツアーに参加した。またライブデュオアルバム、I Evening with フ e ン a o n t e マスクリーを発表する。この時のツアーにおいて、ベラフォンテがナナのトレードマークであるメガネを舞台上でかけないよう彼女に注意した。ナナはこれに大きな不満を抱いたという。結局、ベラフォンテは折れて彼女の考えを認めた。これ以前にも、 フランスのプロデューサーらが彼女をメガネなしの流行アイドルとして売り出そうとしたが、ナナ自身がメガネは自分の一部であると主張してこれを断固拒否した。1967年、フランスでアルバムレジュール・ウラ・コロンブを発売する。このアルバムではレタン・デ・スリッセスといったフレンチポップの曲も披露し大きなヒットを記録した。同年にはパリのオランピア劇場に ジルベールベコーの前座として3週間共演した。この頃、長男ニコラスを出産した。メガネをかけながら、身重で、オランピアのステージに立った。その頃、イギリス BBC のプロデューサー、イボンヌ・リトルウッドにスカウトされて、BBC の番組、プレゼンティングナナ・マスクリー、ナナゲスツの司会を務めた。1969年には、アルバム、 オーバーオーバーをイギリスでリリースし、2年間ヒットチャートに残るほどの大ヒットを記録した。1974年にはニュージーランド、オーストラリア、日本を回るツアーを行った。1979年に発表した英語のアルバムローゼズサンシャインはニール・ヤングやボブ・ディラン、ジョン・デンバーなどの音楽性を下地にしてフォークやカントリーソングの要素を取り入れている。 このアルバムは世界中でヒットし、特にカナダで高い評価を得た。1981年のアルバム、ジュシャントゥアベックとはリベルテのナブッコ・デヴェルディ、ソング・フォー・リバティ、リベルタ、ジュシャントゥアベック・リベルテもフランスで高評価を得た後、各言語に翻訳され、世界中でヒットになった。1984年には、各国における初の公演を行うため、 ギリシャに戻った。このコンサートは DVD としてリリースされていて、現在も入手できる。1985年、BBC のテレビシリーズ用に、オンリーラブをレコーディングし、イギリス音楽チャートの1位に上り詰めた。また、フランス語バージョンのラムール・イエヌ・ヘア・ティッチも大ヒットした。同年には、スペイン語のシングル、コントゥ・デエル・アルマもリリースし、スペイン。 アルゼンチン、シリで大成功を収めた。1987年には、韓国、台湾、シンガポール、香港、マレーシア、タイなどのアジアで、コンサートツアーを行った。1988年、古典オペラなどを収録した2枚組アルバム、ザ・クラシカル7を発売した。古典的な曲に着目した作品である。1993年に、 ユニセフ親前大使に任命されて、この間ボスニア紛争で傷ついた子供たちへの活動などを行っている。また、ギリシャの新民主主義党政権から押されて、1994年から1999年まで欧州議会の議員を務めた。2004年、ベルリンで行われた70歳記念コンサートにて引退を宣言する。この記念コンサートも、 DVD として発売されている。2005年から2008年にかけて、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、南アメリカ、カナダの各地で、歌手としての最後のフェアウェルワールドツアーコンサートを実施。2008年7月23.24日の、アテネ・アクロポリスのヘレット、アティカス劇場でのコンサートは、当初は23日だけだったものの即日完売となり、 急遽24日が追加されたが、こちらもすぐに完売となった。このことは AFP などのメディアを通じて世界中で報道された。しかし、日本では全く報じられていない。このコンサートは記録映画として収録され、DVD として発売されている。2011年11月29日には、ドイツ、ベルリンフィルハーモニーにて、 50ヤーレワイズ・ローゼン活動50周年記念コンサートが行われた。また、50周年を機会に各国で新しいアルバムも次々に発表されている。2005年にはギリシャの音楽大賞アリオンに出場し、ギリシャ文化大臣のエヴァンゲロス・ベニゼロスから功労賞を授与され、注目を集めた。その後もフランスでレジョンド・ヌール勲章をドミニカでも 勲章を授与されている。2007年9月には、その音楽活動に対して、ドイツのルート・イヒス・ハーフェンで、プラチナム・ライフ・タイム・アワードを受賞した。2006年に、ジジョデン、ツオノ・マ・モー・イネ・ナナがギリシャで出版された。2007年にはフランス語版ナナ・マ・スクリー・メモアール。ラフィ・ーユ・ゲラ・ショーブ・スリと英語版『ナ,ナ・マ・スクリー・メモアーズが、2008年には韓国語版 ドイツ5番、ナナマスクリー、シュティンメデアゼエンズフトマイネエリンネルンゲンが出版される。また、ユニセフの親善大使としての活動を続けており、1997年のニューヨーク、2006年のドミニカ、2008年のルーマニアなどで平和や子供たちのためにコンサートを行っている。2011年12月にも同じくルーマニアの ブカレストでユニセフの事前コンサートが行われた。2008年以降、フランス、ドイツ、イギリスなどで過去にテレビ番組として放映された7のライブ映像がヨーロッパを中心に数多くの国々において特別番組として再編集された上で何度も放映されている。現在は再婚したアンドレ・シャペルとスイスに暮らしている。なお、息子ニコラスは ニック・ペッツラズの名で映画関係の仕事を、娘はレヌーの名で歌手活動をし、母親のナナのステージにもしばしば共演している。1974年に初来日し、中野サンプラザ等で公演を行った。7月22日23日に行われたコンサートのチケットは3週間前には完売し、当日は両袖に立ち見客も出るほど大盛況だったという。 同年8月4日の20時45分21時30分に放送された NHK 総合テレビのビッグショーに外国人としては見る場に次ぐ二人目のビッグアーティストとしてジアテニアンズとのワンマンショーが放送された。この模様は日本製作の LP ナナムスクイリビッグショーに収録されている。なお、このビッグショーの収録は7月12日に NHK 放送センターの CT101 スタジオで記者会見は7月23日午後1時から六本木の TSKCCC ターミナルビルで行われたという記者会見は当時の夫と出席したが予定の1時間を遥かに超え次のレセプションに30分も食い込む異例の長時間となったまた1974年の8月中旬には NHK 教育テレビ フランス語講座で特集番組が放送され、評論家の吉原、花葡竜と出演した。この頃、赤トンボ、シェルブールの雨傘、イルエストパスセ、消えうせた夢の3曲を日本語でレコーディングしている。これら以外にも1970年代から1980年代にかけて日本でもフィリップス・フォンタナレーベルから独自の編集の LP アルバムやシングルレコードが 数多くリリースされている。また、テレビドラマやテレビ CF で彼女の曲が多く起用されている。その他、ナブッコイケ、我が思いを金色の翼に乗って自由よ私はお前と歌うなどがテレビ番組のイメージソングとして放送された。さらに、1972年1月の世界のワンマンショーではナナムスクーリーショーが取り上げられた。また、 BS 放送の初期にギリシャ公演の映像が NHK で放映されたという。近年では IOC の東京での会合のために来日したという。7の歌は日本ではヒーリング音楽として受け入れられており、オムニバスアルバムの一曲として編集されていることが多い。また過去にはテレビドラマや CM にも多く取り上げられている。ありがとうございます。